1回目の月曜の声、新年度になって最初の月曜の声でございます。今朝の松本駅前の温度計はマイナス1度です。ここ数年3月4月といえば結構暖かい日が続いて、お城の桜の花も4月といえばもうかなり開いていて、花を見る夜桜のためにライトアップする日も少し早めに始まっていたように思いますが、今年は極めて例年通りというような感じです。朝晩冷え込みが続いておりまして、昼間は10度以上に気温が上がる、全国各地でも桜の花がだんだんに開花をしてきている、そんな今日でございますが、今日から新年度ということで新しい会社勤めを始められる皆さんもたくさんいらっしゃるかというふうに思います。すでに土曜日でありましたが4月1日に入社式を行って、すでに新しい仕事を始めてられる方もいらっしゃると思いますし、まさに今日から入社式があって、そして新しい仕事に疲れている、そういう皆さんもいらっしゃるかというふうに思います。学校生活を終わって、そして社会に出る、まあ、今日がその記念すべき日だというふうには思いますけれども、皆さんにとって少しお祝い事とは少し離れたような、今日はチラシを皆さんにお配りをしたいというふうに思って持ってまいりました。今この社会はかつてと異なっておりまして、正規で働ける職場というのが全体の働く皆さんのうちの6割という時代になってしまいました。4割は派遣、契約、パート、臨時嘱託といったいわゆる非正規の働き方になっております。この非正規労働者のうち7割は年収が200万円以下というのが今のご時世でございます。有効求人倍率もこの長野県では 1.4 ということで、全体としては高止まりしているように見えますけれども、現実には正社員の求人数はその有効求人倍率のうちの 35% ということで、依然として正社員の道は狭いわけであります。高卒大卒の皆さんにとっては今年度は極めて非常に就職するにはいい年であったというふうに言われております。就職率もここ近年なく高かったわけでありますが、ただ失われたこの20年の中で新規学卒となった皆さんがその後非正規から正社員になる道は極めて道は狭く、そしてまた一旦非正規でなった皆さんはそのまま非正規労働者ということでつながっている、こんな話もあります。また正社員だからといって本当に安心な就職ができたのかというと、これまたなかなか今のご時世厳しい状況がございます。あの電通で就職して毎月100時間を超える残業に次ぐ残業、そういった中で過労自殺をした、そんな話がありました。その彼女は SNS で生きるために働いているのか、働くために生きているのか、それが分からなくなってからが人生だ、こんな言葉を残しておりました。正社員であるからゆえに、正社員だからということを理由を持って過酷な働き方を求められるというのも今の社会の現実なのかもしれません。正社員だから
配点は当たり前だ、正社員だから残業は当たり前だ、だから働き方改革で月の残業時間100時間を上限とするなんていうべらぼうな無謀な提案が安倍政権からは出てきてくる。これが今の本当に社会の現状なのでしょうか。私も理事を務めます松本で行っておりますユニオンサポートセンターという労働相談所がございます。ここ半年ばかり本当にこの労働相談が多くなってきています。ユニオンサポートセンターばかりではなくて県やあるいは松本市あるいは職業安定所なども行っている労働相談も軒並み増えているというような話も聞いているわけであります。この労働相談の中にはすでに労働組合のあるような大きな会社に勤めている人からも相談があるのが一つの特徴となっております。大きな会社に勤めながら、しかし心も体も疲れ果てていくような、そんな働き方を求められる正社員としてのお仕事、一方で臨時だけがその職場の中で増えていくと臨時のパートの皆さんにとっても辞めることができない、代わりのパートを探してこなければ会社を辞めることはできないんだみたいな、そういう言い方がされる現実が今あります。今私たちは働くことを本当に新しいものを創造することができるという労働というのは本来そうあるべきものであるはずなのに、しかし働くことは命を削り、そして健康を蝕み、人生を燃やしてしまうような、そんな働き方が求められているんだとすれば、まさに私たちは働く人の命と権利を守る立場から働き方改革ということを求めていかなければならないというふうに思います。安倍政権が目指している働き方改革は決してそういった労働者の立場から、労働者の命と権利を守る立場からの働き方改革ではないというふうに思います。もっと雇用を流動化させるために、そのために安倍政権は働き方改革ということをお提起しているのではないかと思われます。例えばバスやタクシーの業界の中ではすでに始まっておりますけれども、バスの運転手が労働者として雇用されるのではなくて、一人事業主として請負契約をしてバスの運転を行うということが今始まっております。一回新宿まで運転してくればいくらだ、こんな契約、請負契約によって行われている。だからその先ではハンドル時間が何時間になっても残業代も当然払われることはないし、社会保障も払う必要がありません。そんな請負契約を主とした労働がこの先広がっていくとすれば、本当に働く皆さんの命と権利が守られない、こんな社会にならないように、今から私たちはこの働くということについてもう一度働く人の人生の立場に立って、命と権利を守る立場に立ってしっかり現場に入ってお話を聞いてまいりたいというふうに思います。ぜひ、今年就職をされる皆さん、思い悩むこともたくさんあろうかというふうに思います。もし相談する人がなかったら、
今日お配りしているチラシの下段にありますが、ユニオンサポートセンターといって労働行政相談を行う窓口があるということだけでもぜひ知っておいてほしい。そのことを非常に切ないですけれども、今年就職をされる皆さんに送る言葉とさせていただきたいというふうに思います。さて、国会の方は森友学園の問題などが議論が行われております。この森友学園の問題も、私は安倍政権のおごりの中から生まれてきている問題だというふうに思います。もう何でも自分も総理大臣だからできてしまう、憲法だって変えてしまうというふうに豪語をしている安倍総理大臣ですから、こんなことで自分の座は奪われないんだろう、こういうことが見え隠れしているように思います。今の衆議院参議院の与党は3分の2を持つ中で言えば、国会運営自体もそう真相が究明できるような運営ができていないという現実もあるわけでありまして、しかしこの中で、しかし国民の税金がきちんと本当に使われているのか、本当に皆さんが日々汗水流して暮らしている、働いているその節税がきちんと使われているのかということを、しっかり国会の中でチェックする機能が今著しく落ちているだけに、私は市民の立場から、国民の立場から国会をしっかり監視をする、そのことが必要だというふうに思います。その大きな一つの課題が、いわゆる共謀罪の新設という問題です。これは組織犯罪処罰法の改正案という法改正の中で、新たに共謀罪という、これまで3度国会で廃案となった法律をテロ等準備罪というふうに名前を変えて出されてきています。名前は変えましたけれども、中身は共謀罪でございます。つまり日本の刑法は、実際に犯罪を起こさなければ逮捕し処罰することができません。もちろん殺人だとか放火だとか爆発物だとか、こういった極めて重大な犯罪については、予備だとか準備の段階で逮捕し処罰することができることとなっています。しかし共謀罪は277のいわゆる一般犯罪、あるいは行政犯罪に関しても、話し合っただけ、心で思っただけで逮捕し処罰がすることができるという基本的な考え方を変えていないわけであります。心で思っただけ、話し合っただけで逮捕し処罰することができるという法律がこれから作られようとしています。一旦審議が始まれば、6月中旬までの会期の中で、数の力で必ず今の安倍政権は通していってしまうでしょう。しかしそのことを止めることができるのは、私は市民の声、国民の声だというふうに思います。この共謀罪、大きく問題点は3つほどあります。1つは、今申し上げました、話し合っただけ、心で思っただけでも逮捕し処罰することができるという問題です。もし冗談でも友達と話をして、あいつを脅かしてやろうなんていうふうに言うことが、メールでやり取りして、でそしてそれが警察に知るところとなって、
組織的犯罪集団にこの問題は限られるんだ、一般市民は問題ないんだというふうに金田法務大臣は国会で答弁していますが、しかし一般市民も排除をしていません。国会の答弁の中でも明らかなように、組織的犯罪集団が一変して、普通の集団が一変して組織的犯罪集団と認定しうるというふうに法務大臣自身が答えているように、後付けで組織的犯罪集団と認定することができることを担っています。つまり普通に相談をしただけでも組織的犯罪集団というふうに警察が勝手に認定することができるということになっています。冗談で話したことが組織的犯罪集団による共謀として認定しうるのが、今回の共謀罪の新設を含む組織犯罪処罰法の改正案の問題点です。つまり警察権力によって組織的犯罪集団であるかないかというところは、警察の恣意的な判断がそこに生まれるということが、ここは何の担保もされていません。そして準備行為が犯罪を行うための準備行為が行われなければ、それは逮捕しないというふうに言っていますけれども、例えば犯罪を犯すために凶器を買おうと思ってお金を下ろしたのか、あるいはそのお金を下ろすという行為が、生活をするためにおにぎりを買うために、ご飯を買うためにお金を下ろしたのかなんてことは、これは全くわからないわけであります。だとするとお前は犯罪を犯すためにお金を下ろしたんだろうというふうに、やはりここは警察権力によって恣意的な運用がされる余地が残っているのが、今回の問題点の3つ目の問題です。今言論表現の自由を司る文化人の皆さんも、この心を処罰する問題は極めて重大な民主主義の根幹に関わる問題だというふうに声明を出してもいます。心で思っただけ、相談しただけ、実際には犯罪を犯していないにもかかわらず共謀をしたということだけで逮捕し処罰することができる、それは私たちに関係がないというふうに多くの市民の皆さんは思っておられるというふうに思います。ところが安倍政権になってから作られた特定秘密保護法、そしてまた刑法の改正によって司法取引ということが生まれています。加えて通信傍受法の改正も行われておりまして、これらをセットで見ると、実は戦前の治安維持法と同じ効力を発揮しうる法体系となりつつあります。特定秘密保護法の問題で言えば、マスコミの皆さんはとりわけ強く危機感を持って反対をしてきました。特定秘密を知ろうと押しただけで逮捕し処罰することができてしまう、特定秘密を教えろというふうに言っただけで逮捕し処罰することができる、このことはマスコミの報道そして取材、こういったものが極めて制約をされるだけに、権力の暴走を本来マスコミはチェックをしなければならないわけですが、その暴走を止めることはできないのではないかという恐れを抱いたわけです。私がツイッターで、ある日警察が私のところに来て、あなたは特定秘密を知ろうとしたから逮捕をする、じゃあ私は何の特定秘密を知ろうとしたのかと警察に聞けば、警察はそれは特定秘密だから教えられないという笑い話にもならないようなことが
この特定秘密方法ではできてしまう。そして通信傍受法の改正というものが行われました。本来この通信傍受法、いわゆる盗聴法と言っていますけれども、通信傍受法の対象の犯罪は組織犯罪、いわゆる組織的な犯罪を対象にしてきました。ところがこの通信傍受法の改悪をされておりまして、本来通信事業者が立ち会いのもとで通信事業者の施設で通信傍受を行う、盗聴を行うことができるというのが法の成り立ちでありました。しかし今は改悪をされておりまして、通信事業者から通信のデータを警察に横流しをして、そして自由に見ることができてしまいます。そしてその対象犯罪について捜査令状が取れる犯罪は組織的な犯罪に限られておりましたけれども、これが一般犯罪、殺人だとか放火だとか売春だとか、こういった問題についても通信傍受ができることになる、通信傍受をして捜査ができる、捜査令状が下りることになってしまっています。これは意外と知られていないことです。まあ、ほとんどの場合今通信傍受は全てのデータがされているんだろうというふうに思います。しかし犯罪に関わりがなければその通信傍受したものを捜査対象として捜査令状を取って、そして逮捕するということはこれはできないわけであります。今は現に犯罪が行われたものについて通信傍受をし捜査を行って、そしてそれを逮捕するということになるわけであります。先般 GPS を使った捜査は憲法違反だという判例が最高裁から出されました。それは事前に発信機をつけて GPS で捜査をするというのは実際に犯罪が行われていないにもかかわらず通信 GPS 操作をするということになるわけでありまして、著しくプライバシーの侵害になるので、これは憲法違反だという判決だったわけであります。現在の通信傍受法も当然実際に犯罪が行われて、そしてその操作をするために盗聴をするということでなければ捜査令状は下りないわけであります。ところがです、今度は共謀罪が新設されてしまう。そうするとこの共謀罪そのものを今度は法改正をして盗聴法のとして必ず改正をしてきます。となると今度は共謀をしているということを自由に捜査令状を発して捜査をすることができてしまう。つまり日常が、私たちの日常の通信は全て、盗聴をされているというふうに考えていいというふうに思いますが、しかしそれが現実に共謀罪の対象となり得るかならないのかというのは、警察の権力恣意的な運用に任されているだけに極めて危険な運用がされることが危惧されるわけであります。今これから国会で審議されようとしている共謀罪の問題点は大きく3つあります。実際に犯罪を犯していないにもかかわらず話し合っただけで、心で思っただけで逮捕し処罰することができるということは、憲法で保障されている思想と信条の自由、表現と言論の自由を犯すものであり違憲立法だということが大きな問題点です。そして警察権力の恣意的な運用によって、これは一般市民にも十分対象となり得る法改正だということをぜひともご理解をいただいて、今3分の2を占めている与党の暴走を止めるためには国会の力だけではどうにもなりません。市民の皆さん、国民の皆さんと一緒に私たちは声を上げ続けていきたい、そのことを最後に申し上げまして、社民党定例の松本駅前での街頭宣伝、
第480回目の月曜の声終わらせていただきます。ご清聴賜り誠にありがとうございました。